はい、おはようございます。どうも。フリーアジェンダ。はい、ということで。マチューダさん喋ってる。はい、おはようございます。はい。久しぶりの登場、マチそうューダです。さん。はい。なんでマチューダが今回呼び出されたんでしたっけ？今回はなんと、フリーアジェンダ100回目です。おめでとうございます。で本当に100回なのかな？ー。うん。ちゃんと数えてる？多分連番を正しくやるの結構大変な仕事だよ。そうだよね。頑張ってます。正しく連番を振れるように頑張ってま俺も最近自分のポッドキャスト始めたけど、す。うん。連番大体忘れる。第何回とか。ヒカルさんでもすごい頻度で更新してない？なんか最初のうちってそんなもんじゃない。いやっぱりそうなんだね。や、で、1日1本、多くても2本にすることに決めた。ほう。あまりペースを上げるのは良くないと思ってます。いや、もっと1ヶ月だな。だから、1本ずつでもいいから、だらだら続ける方が大事かなって気はしてます。そうっすね。まあ、フリーアジェンダもよく続いてるよ。100別に、回ですからね。特段なんか大きな目的があるわけでもなく、話したいトピックみたいのが、すごいかっちり決まっているわけでもなく、ただ毎週一回集まって、二人のおっさんがだらだら話すっていう。まあ、続けることが大事だとは思いますよ。おじさんのじゃれ合いを見に来てる人が多いと。そうだね。そんな気がする。そうそまあでもね、特に僕らも視聴者数とかも気にしなくなってきたけど、う。昨日ちょっとアンカーのダッシュボード見たら、割と右肩上がりに綺麗に上がっていて、やっぱり続けることが全てですね、と。あれ、なんでなんだろうね。そんな伸びる要因あんのかな。でも結構、エピソード、過去の回とか見てたけど、結構全部1000回とかをコンスタントに超えていて、まあ、あれじゃない？どっかの回にランディングした人が、結構リテンションして他の回も聞いてくれるみたいなのが繰り返されれば、まあ、一応固定ファンの上に、まあ、ちょくちょく新規がやってきて、その新規は1話だけじゃなくていろんな回も聞くのだみたいな感じになっているのじゃないだろうか。でも今って新規ってそんななんか来るイメージあんまないですけど、新しく最近聞き始めましたみたいな人っているんですかね？知らんわ。でも結構私よくツイッター見てますけど、いますよ。いるんだ。なんか普通にツイッターのフォロワーも毎日ちょっとずつ増えていくし。ああ、それなんかすごいね。もうフォロワー越されそうです、私。フリーアジェンダに。フリーアジェンダの名前、二人のおじさんのじゃれ合いっていうサブタイトルが必要そうあ、そうですね。ですね。今日から変えましょう。じゃれあいチャンネル。じゃれ合いチャンネル。そうそう。あ、でもね、マチルダを登用したのも、我々が続けていく上では非常に重要な分岐点だったかなと。銀の弾丸でしいやたよ。うちー、ありらが喋たい。る以外のことあんましなくても、全部やってくれてるからね。いやー、その楽し前、僕がやってましたからね。まあ、そうですね。い。そうだそうまあ、だ。もともと俺は何もやってなかったっていう。ヒカさん何も変わってないよ。これは話すだけ。まあでも、ネタを提供しますわ。はい。確かに、ネ昨タ日係。今、ネタ係。まあネタでもね。ヒカルさんが持ってくるお題がちょっと多い気がしますね。間違いない。まあ、思いついたこととりあえずスラックに書いてるからね。それ見るのも楽しいですよ、結構。はい。まあ、とりあえずちょっと今回は今回で普通に話そうと思うんだけど、でもあれですよね、第100回記念に、プレゼント企画みたいのをマチルダが企画してくれていて、一応そのプレゼントの当選者だけは第100回に発表すると宣言してた気がする。で、今回のプレゼント企画では、まあ、第100回に寄せて、僕らに質問みたいのを皆さんから募集してて、63件集まってますね。素晴らしい。ありがとうごありざいがます。とうございます。
はい、すごいいろんな質問いただきました。うん。まあ、この中からちょっと今回当選って形になった方の質問も、まあ、そうじゃない方の質問も面白いのがあったんで、まあ、ぼちぼち取り上げていこうかなと思うんですけど、今回当選になった方は、マチルダさんが選んでくれました。そうなんですよ。まずそでこは、からちょっと話さないと。今どういう、そもそもね、私が選んでいいのかっていうのはちょっと。本当にすげえ、でもいろんな質問っていうか、熱量がすごいよな、これ。質問もだし、なんか感想のところもね、すごいコメントいただいて、そうですよね。かったですね。でも、フリーアジェンダステッカーとかが欲しいです。最初のテーマからどんどんずれていくのは、お二人の興味関心や人間性が知れて面白いと思ってます。お、ポジティブな評価だ。心の救いです。どの音楽よりもやる気が出ます。受ける。好きなチャンネルなのでやめないでくださいっていう方から4つ質問が連続でいただいてますね。まあね、励みになります。嬉しいですね。すっかりお二人のファンなので、月1くらいでビジネス以外のお二人のパーソナルな部分の回があるとすごく嬉しいです。筋トレとか。それとか パーソナルっていうか、ヤマトの趣味の話やろ、これ。筋トレの話や。はい。そんな中で今回選ばれた3つの質問は、これは町田さんどういう基準で選ばれたんでしょうか？これはそうですね、もう私に選んでって言われたので、まあ、いくつかこう軸みたいなのを決めて、まあ、単純に私が回答を聞いてみたいみたいな人とお。か、なんかね、すごい私推しのコメントくれた人もいたんですよね。素晴らしい。素晴らそういしい。う人たちにするか、まあ、めちゃくちゃフリーアジェンダへの愛を書いてくれた人みたいな人たちもいたので、そういう軸にするかいろいろ悩んだんですけど、まあ最初の、なんていうんですかね、思いに立ち返って、まあ、私がこう2人に聞いてみたいみたいな質問を書いてくれた3人を選ばせていただきました。はい。ありがとうございます。はい、もうす発表いしまましせょうん。か。3名ですね。ラジオネーム、文学屋さん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。質問は、今の社名、10X グロースキャンプに決まるまでの話を聞かせていただきたいです。他にどんな案があったのか、ほげほげほげ。まあ、いただいた質問は、ちょっとこの回では、3つ全部答えるのは難しいんで、1回以降で、ぼちぼち答えていこうかと思ってるんですけど、とりあえず文学屋さん、社名の逸話。で、2人目が、ラジオネーム、アジェンダーズ2児の父さん。これは、この方が2児の父なのか、僕らのことを子供だと思ってるのか。100回おめでとうございます。100回という節目の回に、普段はあえて口にはしないお二人の思い出したくもないトラウマ的失敗談やしくじり先生的なエピソードは聞いてみたいです。なるほど。コメント、マチルダさん作のサムネイル、安定していてクール。いいそうです。ね。ありがとうございます。アジェンダーズさん、2児の父、ありがとうございまありがす。とうございます。で、3人目が、この人すごいですね。シュウ上村さん。この人知ってますね。ツイッターアカウントで、コスメブランドではありませんみたいな感じで 書いて。そうなんだ。シュウ上村さん、すごい名前だな。はい。初期のキャッチアップを効果的かつ効率的に行う上で気をつけていること、仮説に基づいたセレクティブなインプットに切り替えるタイミングやポイントありますか？これは分かってますね。これは確かに大事ですね。シュウ・ウェムラさんってこの、メイクアップアーティストの人ではないよね。そうじゃないっていうふうに、Twitter とかに書いてある。なるほど、なるほど。シュウ・ウェ難ムラだっしい。たんだ。シーなんか来たらいいじゃん。すごい。すごい。はい、このお三方ありがとうございます。アジェンダーズ T シャツをお送りさせていただきますってことでいいのかな？ちょっと個別に後ほどご連絡します。ありがとうございます。いやなんかこのスプレッドシートに書かれてるアカウント名が間違ってるってことが分かった。シュウ上村さんの。ないこれ。ない。ないんで、誰だろうと思ったら、この名前でググるといらっしゃいますね。
はい。すみません。はい。それは大事ですね。はい。内大側の事大事。話でした。はい。まあ、アジェンダーズ T シャツ。まあ、僕らの分もあるんでね。あります。イエーイ。行きまあ、まこしれはちょっょとね、イベントやんなきゃいけないけど、う。うん。切る機会を作らないと。確かに。写真を撮りたい。いやー、でもね、僕ちょっと、まあ、抽選の件はこんな感じしうて。ん。でさっも、と終わったな。考えてたんですけど、うん。僕、フリーアジェンダー、うん。淡々とやってるし、まあ、いつも朝でローテンションなんですけど、僕、これすごい楽しいなと思ってるんですよね。で、本当、ヤマトさん起業家なんで、別にこういうこと言わないですけど、もう俺、ヤマト起業家じゃなくて、うちらがなんか20代とかだったら、いや、もうなんか、YouTuber として食ってこうぜみたいに誘った気がする。マジで。いや、で、これは、もちろん、ヤマトと話すのがすごい楽しいっていうのとか、この毎そうです週ね。一回決まった何かあるっていうことが、すごい好きなんだけど、だから自分は結構実は、こういう企画を考えるのが実はすごい好きだっていうことに気づいて。で、まあ、今は淡々と毎回話す回だし、そんなに別に、視聴者数を稼ごうとか思ってないから、まあ、取り間話すってことやってるけど、なんか本当に本業でこれやるとかなったら、やってみたいこととかいっぱい浮かぶっていう感じの 感覚がすごいあるんやば。ですよね。で、なんか、僕はまあ、ヤマトみたいな起業家ではなくて、やっぱその、大きいスケールのことを長い期間で考えるとかって企画は、そんなに得意じゃない気がするんだけど、これなんか一回一回の短い単発で終わって結果がすぐ見えるものみたいな企画考えるの結構好きだなっていうふうに思いました。それは僕にはない才能ですね。そうなんですよ。なんで、まあそうですかは知らんけど、本当に俺20代だったらもうこれで食ってこうぜとか言って多分、えげつないことになった気がする。非常に楽しいですね、やって。やっぱなんか、毎週話すことを考えると楽しいし、なんかこういうこと話してみたらどうだろうとか。なんかタイミングも良かったかもしれないですよね。そのコロナの前後みたいなのがあって、その人との接点がめっちゃ少なくなるタイミングで、これずっと残ってたから、まあ、喋る機会があるとか、確かそに。の、そう、調子どうみたいな 感じじゃないですかね。よしと。そう。まあ、これが楽しいっていうのはもちろん同意ですけど、いや、まさか YouTuber になることを20代だったら誘われるっていうのは結構、考えもしたことない。なんか面白いじゃんね。多分仕事してやると結構辛い部分もあると思うんだね。それはもちろん。なんかでも今は結構その、まあ、抜いてやってるけど、本気でやったらどうなるかって結構面白いだろうなとかっていうや、確かに。想像はするし、まあなんか、この企画とかを走らせるに至って、結構僕の強みと山本の強み違そうだし、2人で一緒に何かをすごい本気でやったことは別にないじゃん。まあ、遊びっちゃ遊びだから。そういうふうにしたらどうなんだろうなとか考えるのは、面白いよ。こういうの本気でやれんのかな、俺。わかんない。まあ、それも含めて。ぎこちない動きしそうだわ。マスヒットはしないんだろうね。しなさそう。まあでもね、この件実は、おととい僕はフリーアジェンダのスラックに書いてまして、まあ、ネタ帳があるんですよね。何々について話そうみたいな。で、そこに僕は実は、僕は実はフリーアジェンダがめっちゃ楽しいって話っていうか、ネタのメモを残したら、12分後にヤマトから、俺もだよって来てる。そうそう。ウケる。じゃれやってるおじさんたちを 見ることはい。ができるスラックですね。おはい、じさんだそう。け。まあ、いや。というのが、そう、私がね、ニヤニヤする、そうなんですよ。ニヤニヤするチャンネルっていうか、スラックですね。完全に。好きだから。そう。だからね、たまに、にでもね、二人が、マチルダ出なよって誘ってくれたことあったんですけど、
いや、私はね、出たくないって何回か言ってて、それはこう話したくないって意味じゃなくて、2人がじゃれ合ってるのを見るのが好きだから、それを邪魔したくないって言ってましたね。そう。そしたら最近ツイッターで何人かがフリーアジェンダはじゃれ合ってるのがいいみたいな書いてあったから、私だけじゃないみたいな。勝手に共感してたっていうね。俺らじゃれ合ってないし。じゃれ合ってますよ。バチバチ火花散らしてるし。そういうジャンルになりそうで怖い。半沢直樹って言ったら、なんかおじさんがキレ合うみたいなイメージ。フリーアジェンダって言ったら、おっさんがじゃれ合うみたおっさんずラブ。いな。おっさんずラブ。俺らじゃれ合ってるかな？じゃれ合ってないんじゃない？じゃれ合ってないよね？おしゃべりしてるだけじゃん。ガールズトークしてるだけですよ。なんかその見てる人たちのフィルター恐ろしいわ。いや、本当ですよ。でもなんか、それで言うと、じゃれ合ってないと思っている。収録してるときは、僕はでも結構まあ、楽しくおしゃべりするし、多少そのじゃれ合い感もあるかなと思うけど、収録したやつを聞くと、本当にこう、ヤモトがひどい。ヤモトの相槌ってなんかすごい録音して聞くとこんなに興味なさそうに相槌してるんだこれって気づく。録画してると前に変わるし、聞いてんなってわかるけど、なんか収録して聞くと、いや、そんなんじゃないから。こいつマジかみたいな。ちゃんと もっと柔らかい、でしょ。いや、収録したやつ聞くと結構驚く。いやいや、僕も最近収録したやつ全部聞きますけど、全く自分のその相槌を変だなと思ったことないんで、それにはちょっと異議申し立てて。まあ、異議を言うのは自由ですが、そうですよ。まあでも皆さんのね、皆さんじゃれ合ってると思ってるんで、なんかそう聞こえてるのは僕だけなんでしょうね。そうですね。すごい。最近公開したやつ聞くんですね。聞きますね。なんか、音声大丈夫かなっていうので、チェックして、公開後のやつを。でも、それで、やっぱこれをつけるようになってから、品質が安定してるかなって気がしますね。iPhone に純正でついてきてるケーブルのイヤホンが。なるほど。なんかいろいろ試したけど、これが一番なんだよな。じゃあつけようか。俺も。いつも忘れてしまそう、多分これがこう、口元にマイクが近くて、このマイクの性能よりも、これが近いかどうかが一番、音声上、なんか、キーサクセスファクターな気がします。さすがです。なんかこういうちゃんとしたマイクも昔使ってて、ズーム会議とかでも使ってたんですけど、これ安定しないんですよね。音の広いところが。だからなんか、個人的にはこれが一番コスパがいいという判断になりましなるほど。まあでもやっぱ僕も一人でポッドキャストやるようになってから、他の人の一人のポッドキャストを聞くようになりましたね。だからゼロトピックも実は今週初めて聞きました。あ、そうなんだ。あれはなかなか面白いね。どの回を聞いたんですか？あれがすごい良かったっすね。2、3個聞いたんだけど、臆病者は自分の仮説を叩きのめす。なるほど、なるほど。藤沢和樹さんのツイートのやつ。あの回はすごい良くて。あれ、この話ちょっとしていい？いいよ。いや、すごい面白いんだけど、まあそれ聞いてたんですね。で、まあそれは、ヤモトは結構自分が臆病だと。臆病な人間で、でもそれが、まあ、すごく良いことです。なぜなら、まあ楽天的なよりは自分が考えた仮説に対して常に穴がないか、抜けがないか、敵に襲われたら脆弱なんじゃないかってことを考える癖があって、それは起業家としては良い特質だみたいな話なんですけど。で、なんか結構前にフリーアジェンダでお互いのパーソナリティについて話そうみたいな会があった時に、なんかその、じゃあ大和から見た樫田は何みたいな話した時に、まず第一に臆病だねって話をしてたんですよね。で、なるほどなるほどと思って、それはすごく合ってるし、
でもなんか今の文脈で考えるとすごい面白いなと思ったんですよね。で、何が面白いかなと思ったかっていうと、まあ、今回のこのフリーアジェンダの100回企画でもらった質問がすごいいろいろ面白いのがあったんですけど、その中で1個面白かった、本当に面白いなと思ったのが、なんか山本さんと樫田さんで意見が最も異なるアジェンダは何だと思いますか？これも文学屋さんですね。おお、で、これを、スターへ質問家ですね。質問か、そうですね。アルファクエスチョナラー。で、これは面白い質問だなと思って、ちょっと考えてたんですよね。で、まあ、それ考えるときに、多分その、根は臆病っていうポイントは一緒だと思うんですよ。で、そこが一緒な上で、多分それに対しての、こう、打破の仕方というか、臆病な自分がいるから、こう、世界とどう付き合うかっていうふうな考え方が、多分一番大きく違うんじゃないかなって思ったんですね。お、面白い。で、根本が一緒だからこそ、その対処法が違うってすごい面白いなって思って、で、ヤマトは割と自分をもう鍛え上げて、質実剛健で、まあ、要は筋トレして叩き潰すっていう方向に出てると思ってます。ファクトを集め、理論武装し、まあ、絶対的に自分が正しくいようっていうふうに、まあ、見せる。まあ、実際にそう、荒れてると思うんだけど、っていう、なんかその、要は硬い方向に行って、僕は割とその、ポップな方向に行ってるなっていうふうに思ったんだよね。ポップとは。ポップってすごく難しいけど、まあ、結構やっぱ僕、人との付き合い方とかもそうだけど、嫌われるのは結構怖いから、おどけたりとか、あんま嫌われないようにするために、なんだろう、その、まあ、面白くってわけじゃないけど、すごくその、ガチで戦うよりは、少しかわしたような戦い方をするタイプだなと思ってて、やっぱ文章とかも、本当にその、単にファクトを詰めるっていうよりは、少し面白くあろうとか、読みやすくあろうとか、まあ、なるべくその人からも、まあ、話しづらいやつだって言われるけど、なるべく話しやすく言おうとか、少しなんかその柔らかくポップで読みやすいような文章とかコンテンツとか、まあ、人間性っていうのを目指しているっていう形によって、その臆病な自分っていうのを世界と付き合う時にどうするかってインターフェースを作ってる気がして、逆にヤモティはそういう要素っていうのは必要ないって思ってて、まあ、ただその常に正しく、常に強くあるっていう形で、それを打ち破ろうとしてるっていう戦い方があるかなと思ってて、そこは一番なんかその根は一緒だけど、一番違うところだなって思ったんですわ。まあ、なんか必要ないとはこう思っているわけではないんだけど、まあ、単純にあんまできないとか、そういう余裕がないんだろうね。スキルの問題と余裕のなさみたいな。あ、まあ、そうそ明日死んだらどうしようみたいなのもうずっとこうこびりついて離れないからさ。う。ああ、面だっ白い。いたらや。こう、ちょっと自分が納得できないことを遠回りしてやって時間がねえみたいなのが、精神にこびりついちゃってますね。いや、まあ、そうね、その100ゼロではないっていうのもすごい面白いかなと思ってて、結構やっぱツイッターとかでは、こう、ヤモキや割とおどけてみたりとか、ちょっとこう、なんだろう。悪ふざけしたツイートとかを、まあ、リプだね、したりとか、たまにそういう面白い絡み方をしてみたりするっていう意味で、多分、ポップなものに対して一部の憧れみたいのあるけど、でもそこが自分の戦場じゃないっていうふうに思ってると思うし、僕は逆にまあ、その、ポップでさえあればいいとはもちろん思ってなくて、やっぱその、ちゃんとした本物感とか強さっていうのはもちろん一部求めてて、そのグラデーションはあるんだけど、多分その、メインとしてどこの領域で、まあ、自分っていうのが世界と向き合うかっていうふうな選択が多分僕とヤモティの中で一番違った部分で、その選択は結構大きないろんなものを分けてるんじゃないかなって気がなるしほどまね。す。します。なるほど。と受けて、マチルダさんどうですか？いや、ちょっと方法しか聞いてませんでした。完全に視聴者になってましたね、今。視聴者して。いやいや、参加してるから なるほどね。1個聞いていいですか？どこれうぞ。何の話でしたっけ？いや、
あ、一番違うところか。そう、違うアジェンダだ。そう。あ、そこから忘れてた。それで言うと、これは第100回記念って話です。そうか。いや、僕とヒカルさんで一番違うところってことですよね。ですです。ああ。でも確かになんかそういうインターフェースに現れてくるものは全然違いますよね。そうですね。そう思う。確かに。いや、だからやっぱその、なんかの回で話したけど、なんか結構僕はその、フリーアジェンダとかはもっとこう、パーソナリティとかを出していくのも良いとか、その、もちろん発信するコンテンツじゃなくて、なんかその根本の考え方とか人間性みたいのにファンがつくっていうやり方も面白いと思うって話をして、でもティは、いや、その出すコンテンツこそが、まあ、ほぼ全てであると。まあ確かに。そういうところにもやっぱすごい現れてるなって気がしますね。だから僕は結構キャラクターとしても愛されることをやっぱりその、まあ、望んでるというか、そういうふうな、その、なんていうんですかね、地球の乗りこなし方を選んでるし、でも、ティアそれは選ばないっていう。確かに。根本はでもその、多分自分自身が、まあ、結構臆病で、どうやったらその周囲とか世界とうまく折り合えるか、その、って感確かじなに。んだよね。でも、ちょっとその、表面に露出するものは違ったっていうところが、根っこが同じなのに違ったっていうのは面白いかなと思ってたね。ってことをスターバックスに入って2分くらいで考えた。ちゃんと覚えてるのが偉いですね。いや、だから俺ちゃんとメモったよ。フリーアジェンダのすでに。あ、メモったの？もちろん。俺は分かったって書いてたから結構気になってました。俺はこれは分かったぞって考えてたから分かった。確かに。ああ、だから、そっか、この日に俺は、ゼロトピックを聞いたんだな。でも、拝聴いただきありがとうございます。いえいえ。でも、このヒカルさんのやつ聞いたよ。なんか、スタンド FM って、こう、尺短くいけるのいいね。ああ、なんかそうだね。ポップさがあるよね。そうだね。まあ、パンパン出した方が。やっぱ俺は結構その自分のパーソナルな話とかをしたいなと思ってる部分もあるし、やっぱりゼロトピックはもうなんかそのコンテンツの塊だよね。確かに。確かにね。確かに。それは性格の違いめっちゃ出てますね。全然違う。いや、性格が違うっていう話でしたね。もうちょっとなんか話、まとめに入った。膨らます努力してもらってもいいですかなんね。か今日さ、あれなんですよ。雨だったじゃん。で、5時に家出て、傘さして家出て、まあ、いつもはジム行って筋トレしてからこれに臨んでるんだけど、雨かーっつって、心折れて、そのままトンボ帰りで家に戻ってきて、なんか体動かしてないから頭動いてないんだよね。ああ、確かに散歩も楽しめないしね、これは。ちょっと運動しながらやります。動いてる。ああ、でもそれは問題だね。問題。結構全然ダメだわ。なぜなら俺はほぼ寝起きだが、これだけ話ができるのは普段運動してないからだ。いや、すごい。天才だよ。運動はしない方がいい。違う違う。極論だわ。運動すると、運動しないとただのバカになるっていう いや、ただのバカだ、でも。生物は出来上がる。僕ができちゃいます。いや、より一層話が膨らまない男ができちゃう。そんなことないでしょ。はい。まあ、今回はそんな感じかな。そうですね。100回記念、だいぶずるっとした回になりましいや、でもなんたね。いやか、いや、こんな感じですよね。そうですね。いや、ちょっとマッチングさんにはあまり、そして話す機会なかったけど、でも、これ100回記念は、その、裏舞台というか、その、一応さっき集まって、なんか、集まってから録音ボタンを押すまでに、一番時間がかかった日だったよな、今日は。確かにね、3分ぐらい話したもんね。3分くらい話した。いつもはもう、押すみたいな、どれ行く？これ行こう、撮ろうって言って、15秒くらいのスタートダッシュなんだけど、
まあでもやっぱその第100回だからといって何かと気負うのは良くないと私は思いましたので、こんな感じでいいんだと思うんですよね。そうですね。まあなんかやっぱ1万回目指してる我々としては、1一回万ごときで記念にしている場合じゃないと。1回で T シャツでしょ。1万回目の時のこう景品なんて何来るんすだろごいですね。クう。ルーズ18船金とかじゃの、ないですか。あれじゃん。18金の、何こう、フリーネッアクジェレンダース。ネックレスじゃん。フリーアジナネックレス。ブリンブリンのやつ。いや、もう、船とかだよね、そう。い船や、なんだ。フリーアジェンダ号みたいな。そうお、そうそうそう。フリーアジェンダ号が。プレゼント。なんかポケモンで出てきそうなやつですね。ポケサモンンとトアか。ンヌ号的なね。そんな感じ。フリーアジェンダ、船もらったらでもその、どうなんだろう。税金とか心配だよいや、税金よりまずいろいろ心配するでしょ、な。他の。そうかな。どこに置くのみたいあ、まあ、そうね、停泊代とか、その、な。維持費と維か。持費どうなんのみたいな。もらったとて相当金かかりそうだよね。いや、それ困っちゃうよね。なんか車検みたいなのもあるだろうし、船の。だから船じゃなくてテスラとかがいいっすね。あ、テスラいいね。テスラめちゃくちゃいいね。いきなり余談入るけど、うちのオフィスの近くの、その路面の駐車場あるじゃないですか。あそこに毎日止まってるテスラがあるんですよ。モデル、S3 だっけ？すごいかっこよくて、なんか通るたびに結構写真撮ってるんですけど、この前運転手がちょうど乗り込むところで、ちょっと話しかけちゃったんですよね。あ、すいません。こすごれ、テスラっすよね、みたいな。い。そんなムーブすんの、君。そう。いや、ちょっとあまりにかっこいいのよ。そのグレーのシックな、本当にツヤがない、マットな感じのフロアで、フォルムもかっこいいし、で、ソフトウェアもね、テスラなわけでしょ。ちょっと見せてもらえませんかっつって。で、そしたら、その運転手も、もう待ってましたと言わんばかりに、いや、もう喜んでみたいな感じに。で、中のタッチパネルとか触らせてもらって、うわ、すげえって言って、もうすごいでしょみたいな。超喜んでくれた。それは善行な人ね。そう。でもなんかよくあるっぽい。やっぱ珍しいから、おお、すごいっすねっつって。声かけられることは結構ありますって言ってました。S3 これか。そう。かっこよくない？あれ？欲しくなっちゃいました。いや、あ、い欲や、しくなるよ。車の中ではかっこいい方かもね。おお、なんだその言い方は。いや、俺、ほんと車とか興味ないんだよね。僕もないよ。全然ないけど、まあ、それはね、だって街中走ってプリウスとかさ、東京だとベンツとかもよく見るけど、ダントツかっこいい。まあね。テスラ。なるほどね。確かにね、あんまそこまで多くないから、たまに見るとテンション上がるというか、お、テスラだってなるよね。そう。なんで、1000回記念の時にはテスラをください。もらう。まあ、1万回目指してるんですか？ そうですね。1万回ぐらい目指してます。このペースで言うと、あと100年ぐらいやればいいのか。100年も、100年？100年かかんない。これ何ヶ月やってんの？9ヶ月。まあ、じゃあ、9900ヶヶ月。月、900ヶ月あればいいの？そう、900ヶ月あればいい。75年くらい。75年。ってことは、いける僕かはまだも。110歳ぐらいですね。まだそうだね。余裕だね。もう誤差で。100歳も110歳も誤差だから。いや、でも俺それ思ったんだよね。これずっと続いたらどうなんだろうとか思って、多分その、いや、生活習慣病にはこれがいいとか、いや、あそこの老人ホームが一番 DX されてるとか。入れ歯のさ、洗浄液何使ってる？もうリスナーもヨボヨボのやつばっかり。のおしめやばくないみたいな。めちゃくちゃ面白いよね。やばめちゃくちゃ面白いよね。い。脳みそ的な老化はさ、これによって一定防げそうな感じ。ああ、それはそう思うかな。でも1万回目指すならもう YouTuber になるしかないよね。いや、ポッドキャスターの方が稼いでる世の中が来る。いや、来ない。来なそうだね。ああ、来ないかな。1万回やったらさすがにその、なんだろう。視聴者の桁は少し変わってるかもしれない。この視聴者数の1万回行くのもすごいクールだけどね。だいぶクールだね。これで続けたんすか？わらみたいな。もう
だが1万回やっているから、総視聴時間はとんでもないみたいな。確かに。皆さん、この数で続けたんですかって、YouTube からうん。笑われると。いや、でもね、ちょっとね、山本さんは最近、すごい勢いがある起業家なんで、いや、ないっすよ。これでもすごいかもしれないっすよ。だって、例えば、マーク・ザッカーバーグが初期に喋ってた音源とかが、確かに。毎週分残ってたらすごい貴重じゃないですか。あ、確かに。僕がレジェンドみたいな経営者になった時に、いや、実はね、若い頃からっつって、取りためたやつが全部あるとしたら、それなんか面白いっすよね。いや、それすごくない？ユニクロの柳井さんとか、なんだろう、日本電産の永守さんとかの自伝が読めるみたいなのに近いわけでしょ。お、それ、すごいいいじゃん。そうしよしたらもう過去も全部掘り返されて全部聞う。かれると思うよ。すごいすごい。そうなったら、どんどん残していこう。いやでもなんかそのね、リアルになんかそういうのある気がするっすね。10X はもうだいぶ飛び立ってるよね。いや、まだ飛び立ってないですよ。発射台のふもとにいます。いや、それはいい志だが。まあ、ちっちゃいんで。まあ、とりあえず1万回目指す上での次のマイルストーンは、まあ、1000回。ちょっと遠くない？ 333 回ぐらいかな。1000回だな。1000回まではもう一切、もう200回、300回、何もなかったかのようにスルーしていく。マジで、ノーアニバーサリー。ノーアニバーサリーだね。おお。まあ、このペースだと無理だね。無理だね。10分で切るみたいな。だってこれさ、何分話してんのって話ですよ。確かに。35分くらい。やめましょう。もう早く切りましょう、こんな聞く方も大変だ。の。いや、本当ですよ。確かに、いや、まあ、それで言うと、スタンド FM で面白いチャンネルがあって、なんか僕らみたく、こう、常に喋り続ける人たちで、あまりに一本一本が長いから、5分間チャレンジってやつやってて、1個のトピック始めても5分でできる。よし。とじゃあかね。次の5企画分はチャ10レ分ンチジ。ャレンジ、5分チャレンジ、どっちでもいい。いくらでもあるんですよ、企画というか、やり方は。なるほどね。そんな感じかな。はい。ということで、T シャツ当選した方、おめでとうございおまめでとうす。ございます。はありがとうございましい。ありがとうございました。た。じゃあ、マチルダさん、クローズお願いします。じゃあ、1万回まで皆さん一緒にフリーアジェンダをめでていきましょう。バイババイイ。バイ。バイバイ。